こんにちは、秋田弁クラブです。秋田弁と鹿児島弁には意外と同じ方言が多いことが分かりました。今日はこのお話をしてみたいと思います。秋田弁には同じ一文字で複数の意味を表す言葉がいくつかあります。例えば毛は食べてきてかゆいの3つの意味を持っています。この3つはネットなどでも多く紹介されているため、よく知られているところです。しかしこの他にも毛の一文字で意味を表すものがあります。例えば貝も毛と言います。しじめ貝はしじめ毛です。なぜでしょうか？その理由を調べていたら、鹿児島弁も貝を毛ということが分かりました。その他にも秋田弁と同じような方言がいくつも出てきました。今回はこの秋田弁と鹿児島弁の共通性を探ってみます。はじめに秋田弁の3つの毛の使い方を紹介します。まず、母親が子供をご飯に呼ぶとき、こっちに来てご飯食べてというのを秋田弁ではこちゃけ、ママけと言ったりします。また私がよくぼやいた言葉で、背中が痒くてたまらないという秋田弁は、背中消してていられねえという言い方をしました。来て、食べて、かゆいという3つの毛の使い方の例でした。このように一文字でも会話ができてしまう短さが秋田弁の特徴であり、不思議さです。次は毛の別の意味の紹介です。貝殻の貝を毛やケコと言ってました。干拓前の八郎型は琵琶湖に次ぐ日本で2番目に大きな湖で、海に隣接したためもあって魚介類の宝庫でした。当時の八郎型の漁業法の代表的なものは、この写真のような打たせ船といわれる船2艘で一緒に網を引っ張る方法でした。早朝に取ったワカサギやシラゴやシジミ貝などを自転車やリヤカーに積んで周辺の市町村に売り歩く光景もよく見られました。地声で次のように繰り返し叫びながら売り歩いていました。しんじみけ、しんじみけ、しんじみけこいらねが、しかどすらやまるどいらねが。けこの子は秋田弁特有の子供をわらし子と言ったり、お茶をじゃっ子というように名詞の後に子をつける習慣からです。ワカサギをチカと言ったり、シラウオをシラウヨというのも日常的に使っていた方言でした。また鳥海さんを鳥毛と言っていました。昭和30年代私の祖父の世代の人は鳥海さんを鳥毛と言っていました。旅行仲間と鳥毛細工などと会話してました。ただ私の年代の間では鳥海さんは普通に鳥海さんと言っていたので、徐々に使われてなっていた方言かもしれません。秋田弁は濁音が多いのが特徴で、かきくけこたちつでとはがきくけこたちつでどと濁音で発音します。だから鳥海さんの貝も毛ではなくゲと言っていたと思われます。しかし、なんで貝殻の貝や海の音読み貝をケというのでしょうか？鹿児島弁も貝殻の貝をケと言います。貝をケという方言がないか調べていたら、鹿児島弁がありました。鹿児島弁には貝殻の貝をケというだけでなく、秋田弁独自の方言だと思っていた規定のケやアンベ、声などの方言があることが分かりました。秋田弁と鹿児島弁が同じものとしては、次のような言葉があります。恋とか来なさいを意味するけ、貝殻の貝を意味するけ、大根を意味するディコン、塩梅を意味するアンベ、また人が自分を意味するおい、疲れたを意味する声というものです。秋田弁と鹿児島弁の共通性を調べると、どちらも母音が続く場合、すなわち連母音の時は
発音が変化することが多いのだそうです。例えば母音で愛と発音するものは、えとなるため、貝殻の貝はけとなります。同じように大根はデコンとなり、アンバイはアンベイとなります。どちらの方言もその成り立ちは連母音に関係するものであることが分かりました。最後になりますが、秋田弁と鹿児島弁の共通性にはもっとロマンチックな言い伝えがあるのではと期待しました。例えば薩摩のある名家が美人産地として名高い秋田から美しい花嫁を迎え入れた。しかしまだ若すぎる花嫁は遥か遠いふるさとへの郷愁に駆られ、時々ふるさとの言葉をぽつりと出してしまう。それを聞いた周囲の人たちは同情心と同時に美しい声と独特の雰囲気を持つ秋田弁に魅了され、いつの間にか真似て使うようになった。このような日本昔話もどきの方言の歴史があれば、この動画ももっと面白いものになったのですが。はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは秋田弁で趣旨のテーマ話題にトライしてみます。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。